いずれの音と気にか、妙語行為がまた侍玉いける中に、意図やんごとなき際にはあらぬが優れてときめきたもありけり。源氏の読み方ってものもなかなか大事なんですけれども、ただ平安朝の紫式部をはじめとして、女房たちがどんなふうに読んだのかっていうふうなことは、これはやっぱり歌が、万葉集の歌が、古今集の歌が、人丸や木の貫之などによってどんなふうに歌われていたのか実際には分かりません。それと同じように源氏物語も平安朝のあるいは中世の宮廷の中で女房たちがどんなふうに語ったのか、それは正確には我々復元することができない。ただ歌が歌われるものであり、物語が語られるものであるというこの違いは、まあ、大体こう推測することができる。物語っていうのはつまり歌の成立由来、あるいはその後の歌としてどういう影響力を人々に及ぼしたかっていうふうな、そういう顛末を語る部分、字の語りの部分が物語である。そしてその核になる部分が歌ですから、当然語られる部分と歌われる部分は聞いてても、聞いてるだけではっきり分かる、そういう歌い分け、語り分けがなされていたはずですね。下田歌子さんの源氏物語の講義を堀口忍先生が聞きたかったのは、下田さんはあんなふうに宮中に深い関係を持ってた人だから、女房たちの源氏物語の語り方っていうものが下田さんにきっとあるだろうと思うから、伝わっているだろうと思うから、それを聞きたいとこう言った。で、下田歌子さんの方はその自分の教え子に当時の源氏物語の研究者たちの講義を行って聞いておいで、ノートにできるだけ丹念に取っておいでと言って、でそのいろんな学者のノートを読み比べた、ね、そしたらこの折口さんという人は隣の国学院の人でまだ若い人らしいけれども、これはすごいね、この人の訳は次あの言葉が確かな形で訳せられていて、気分による動揺、揺れる言葉の訳の揺らぎがないね、この人は大した人だよ、この人の講義をずっと聞いてごらんと言ったというんですね。それでそういう二人を、その間の小保美代さんという人ですが、もう数年前に亡くなられたんですけど、お引き合わせして、で堀口先生も島田さんの現状を聞いた。ところがしかしその時すでにもう下田歌子さんは80代になってたんですね。で会った後に堀先生が、聞いてたほどの美女じゃなかったねって言ったって言ううん、それから岐阜なまりがあるねって言った。これやっぱりさすがに言葉の学者として鋭い、ね、岐阜なまりが残ってるねって。いや、下田さん岐阜の出身ですから、長い間東京にいられて、そしてそういう宮廷なんかにも入ってられても岐阜なまりは残っていたと見えて、で下田さんは、あ、若いって言って、だからちょっと折口の場足りたいとなったんじゃないですかね。女の人には敬遠する人ですから、若いって言われたんで、まあそんなことで最初のこの一段落、いずれの音時にか
女房恋山と桜井玉いける中に、糸やんごとなき際にはあらぬが優れてときめきたもうありけり。この音というのは当時の読み癖で音、音と読むラッピー。こんなのも国学院に来て最初に藤井先生の講義を聞いて、そこからずっと記憶に残っていることです。一体どの天使様の御代のことでありましたでしょうか。女房恋、女房っていうのは、ね、天使のにはべっている女性の中で一番高い女性ですね。妃に次ぐ皇位というのは、またあのその女房の次の、女房よりは下の段階の女性、そういう女房や皇位がたくさんお仕えなさっていらっしゃった中で、糸やんごとなき際にはあらぬが、大層高い身分でいらっしゃるのではなくて、で優れてときめきたもありけり、優れて天使様のご寵愛の深い方がいらっしゃった。先生から向かい合って教えられてて、もうこの第一段落で本当に源氏が読めるかどうか分かるんだよ。何のことかも分かんない。何でしょうか。この糸やんごとなき際にはあらぬが、がね、どんなふうに訳されているかで、きちんと源氏が読めてるかどうかってことがわかるんだよ。これ今でも、まあ、念のために、割合に、ちょっと大きな書店で、源氏の現代語訳、並んでいるところで読み比べてご覧になればわかります。このがは、逆説の接続の形で訳してあるのは、これは間違いなんです。まだこの頃には、このがというのは逆説の助詞としては使われていない。がそんなふうな逆説の助詞の使い方を据えられてくるのは12世紀あたりから。これも今の国文学の上で、あるいは国語学の上でもう定説になっているわけである。きっちり実証せられているわけ。例えば言葉ってものは ある時点からパッとこう変わるなんてもんじゃありませんから、まあ、最近は非常に早く変わり方が早くなってますけれどね、食べれるなんていうのはもう見る見るうちに、なんか日本語を覆ってしまった感じで、僕なんかどうしても食べれる寝れるなんていう言い方がもう嫌でしょうがないんですけれども、もうこれだけの勢いを持って息子も孫も寝る寝るなんていうラレルをラを抜いちゃう言葉で一色になってしまったらしょうがない。家内と僕とだけがなんかちょっとこう眉しかめながら従っていくようがしょうがない。これはやっぱりラジオテレビね、ああいうものによって言葉の変遷が急速になっている証拠ですけれども、しかしまたそうかと思うとね、最近思うと
なんか方言ブームみたいなものがテレビで起こってきて、今やってる沖縄のあれなんか沖縄の人に言わせるとやっぱりあの変なもんなんでしょうけれども、あるいはその前のあれは津軽の言葉ですか、やっぱり NHK 方言ですよね、あれはね、我々が喋ってるのはって、あのまあ標準語では、標準語って言葉もおかしいんだけれども、まあ、何でしょうけれども、何もあの東京の言葉でもないし、江戸の言葉でもましてないんでしょう。なんか抽象的にこう近代が作り上げていった言葉でしょうけれども、だからそう目くじら立てることはないんですけれども、やっぱりあの NHK のテレビの方言おかしい感じがしますよね。でもまあそれもそう、あの神経立てることはない。方言がある生き生きとした感じを、その地方色ローカルカラーっていうようなものを感じさせるならば、それはそれで使っていい、ね、ああいう使い方をしていいじゃないかと思いますが、とにかくですからこれは格助詞なんですね。で、まあ、言ってみればあの英語の関係代名詞みたいな気分で理解しておけばいいんだよと先生は言いましたけど、ただそうかといってね、大して重い理論ではない方でそれはとかいうふうな関係代名詞の直訳するの訳してもそれも言い落ちないわけで、ですから大層身分の高い方ではなくて、目立ってご寵愛の深い方がいらっしゃいましたというふうに言っておけば一番いいんでしょうね。大体あの不用意な訳をしていられるのは逆説の接続詞の形ではっきりと訳してあります。そうしますとね、ここの文章がやっぱり品がなくなるんですね。ただあのおそらくこの頃から少しずつ逆説の接続詞に少しずつ少しずつこう動いていきつつある、そういうあれが芽生え始めた頃だろうと思います。ですけれどもここは格助詞して訳しておくのがいいんです。でこれが最初の語り出しですね。こういうあの物語の語り出しっていうのは、日本の物語の語り出しっていうのはどういう語り出しかと言いますと、あの昔話を考えれば一番いいわけです。伊勢物語なんかみんなそういう形ですけれども、昔男ありけり、昔男ありありけりです、ありけり、それが訳もう、ね、こう重なってくると昔男というふうに訳した形、あるいは男っていうようなふうにさらに訳したりしていきますけれども、本当は昔男ありけりという、そういう形で語り出す。それが普通の民間の昔話になればもっと素朴な形で、昔昔のその昔、そのまた昔、大昔ってな風にこう長く言ったわけでしょうね。そして、あるところにおじいさんとおばあさんがあったとさ、いう風な形で語り出していく、こういうのがあの日本の物語の語り出しの常用文句と言いましょうかね、定型なんですね。物語の定型なんですね。でそれがあの多少こう変化を持ってますけれども、昔男ありけりというふうな形の、まあ、少しこうきれいに整えられた形で語られていく。そしてその肝心の人物の生まれてくる、そのもう一つ前のところから話が始まっていく。お
おじいさんとおばあさんとが会ったとさ、というふうな形。